第2回の探偵バージョンっすね。楽しんでいきたいんで。1月7日午後12時52分、なるほど、法律事務所。今日の法廷、どうだったのかな？どうって？なんだか余計にこんがらがっちゃったよ。まあね。そうだな、あの迷惑なおじさんの証言、そうね。むっつり野郎ね。コーヒーに白い粉を入れた。ウェイトレスは誰だったのか？おじさん、エプロンの紐とリボンしか見てなかったんだよね。そう。ただの制服野郎だからね。コスプレ好き野郎。それに鼓膜の破れた耳にイヤホンをしていた被害者。世の中だらけだよね、本当に。確かに。とにかく一つでも多くの答えを見つけないとね。マコちゃんのためだもんね。一応やるよ、確かにね。マコちゃんをなんとかしたらんといかんすから。まあ、大して、ここはないですよね。さて、どっか手をつけたらいいか。そうだね。奈良男はどう思う？とにかく、あのおじさんの証言をどうにかしたいよね。いや、もうあれ、千尋さんじゃないと無理やぞ。ふんふん。それ、被害者にコーヒーを運んだウェイトレスと被害者自身。やっぱり事件の鍵は、そうね、トレビアンにね。そらそうだよね。よし、じゃあ、それで行ってみよう。あと、まこちゃんを励ましてあげないとね。そうね。ちゃんまこ言っとかんと。どう、何か気づいたことあるかな？ああ、そういえば、結局どうなったのかな？なるほど、この偽物。確かにね、偽物の話は止まってますもんね。あ、忘れてたな、そのこと。こいつ、無理だもん！これ無理よ。よう通ったよ。なるほど、リーチ、エンテケケ。無理やって、これ。絶対無理ですって。みんなバカですよ。見抜けないとか。実は心当たりはあるんだよ。そいつのこと。そうそうそう。やろうね。あれ知ってるの？偽ナルオト君。知ってるよ。そうか。迷いちゃんはアルバイト中だったっけ？そうそうそう。コスプレしてたからね。あれで偽物だったら名誉毀損で訴えてやりたいよ。本当だね。あいつの狙いは一体何なんだ？こいつが犯人っぽいんだけどね。まあ、まあいいでしょう。じゃあ、まずはトレビアンかな。励ましに行きます、先に。先励まし行きます。同日某時刻留置所面会室。とりあえず調べ中だってさ、まこちゃん。マジか。話を聞きたかったのに。そう、慰めに来たんすけど。まこちゃん。かわいいっすね。やめろよ、遊びに来た。子供じゃないんだから。確かに。じゃあ、結局トレビアに行くしかねえってことか。トレビア行きましょうか。もう、いつ見てもここの雰囲気は馴染めんすね。無理よ。相変わらずいないね、お客さん。無理やもん。だ、高いし、まず。まず高いし、美味しくないしって無理でしょ。昼飯時なのにな。3000円のランチ行きます、あなた。よし、来た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 。糸の子さんかな？あれ？この声。だよね。そう、そこで8っす。カモンス。え？ババ抜きかなんかしてんのか？大富豪もあるぞ。なんか一人で熱くなってるよ。うがっ！外したっすか！ 8 なら500円。ぐー。悔しいっす。何、ギャンブルしてんの？何もだえてる。そう、何をもだえとんね。何をもだえて。あんたたち。まあ、その母、ちょっとその母は。ラジオ聞いてたっす。ああ、競馬ってことか。なるほどね。8ってそういうことか。あ、糸の子さん、ランチ食べてる。マジっすか。無理やぞ。おお、ほんとだ。肉8セット。無理でしょ。うまいとか言わないよね。はあ、いいとこないっすね。いいことか。頼んますせ。もう最悪っす。自分は、マコ君に合わせる顔がないっす。そらそうだよ。女の子取らんと、仕事より。そらそうだよ。まこちゃんより仕事取ったもん。いい調子で追い詰めてましたからね、まこちゃんのこと。そんなこと言わんといてやり。どうして今日にかけてやっつけてくれなかったっすか？いやいや、すいません。珍しく隙がなかったから。そうそう。いつもみたい隙だらけで来いよ。露出した女みたいな。いつも隙だらけで、スカスカなのにね。そうそうそう。いつもすっかすかですから。スカスカスカ。スカスカスカ。まあ当たり前の話なんだよな。一度は判決が下ってる事件だ。そう、隙があるわけがない。まあね。まこ君何か言ってたっすか、自分のこと。はい。もう大っ嫌いって言ってたよ。
大っ嫌いって言ってて。そうですね。板倉先輩、ひどいっす。もう嫌いっす。顔見たくないっす。言うたれ、言うたれ、言うたれ。とかなんとか。言うたれ。ううう。失恋。失恋したね。しょうがないって。あいとのこさん。自分は、自分はもう後悔しても遅いって。しょうがないじゃん、自分が。女の子で仕事取ったんやから。壁で頭ぶつけてる。昔カルマさんもやってましたよ。カルマゴー。やれやれ、かわいそうに。ちゃんと話を聞いてくれれば何でもいいですけどね。全く血が出ていない。何の変化もなし。糸の子刑事、どうですか、肉はセットは。こんな高い昼飯は生まれて初めてっす。食べててあまりの緊張に手が震えるっす。え？食べてんですよね。で、お味の方は？そうっすね。さすがに、まあ、いいとこだよ、それが君の。いいとこよ。残さず食べるね、珍味。刑事さん、まずくないんですか、それ。どうなのよ。どうなのよ。どうしたのかな、糸の子さん。なりゃ、じっと考え込んでるぞ。どうなのよ。あなた、どうなの。それっす！実はさっきからこの料理にふさわしい言葉を探してたっす。今分かったっす。まずいだったっす。そう。高くてまずいだからね、正確に言うと。はぁ、あ。高くてまずい。2980円も払ったから、その事実を認められなかったっす。まあ、気持ちはわかるぞ。食べ終わってから教えてあげればよかったね。そう。かわいそうやで。被害者の岡高尾さんもわざわざ食べに来たのかな。でも、高尾さんは食べじゃなくて、コーヒーだけだったんですよね、確か。恐るべき肉厚セットの噂を聞きつけて。確かにね、このスカウター野郎ね。被害者か。そういえば今更だけど、岡高尾の情報ほとんどないんだよな。確かにね。なんかバンドマンの話とかどうなったのよ。せっかくらし聞いてみる？糸の子さんに。聞いてみよう。ラジオ。まあ、競馬でしょ。そういえば一人で大騒ぎしてましたよね。え？ああ、そうそう。ラジオを聞いてたとか。別にそんな大騒ぎなんてめっちゃしてたぞ。ねえねえ、何聞いて興奮してたんですか？いや、その、ラジオ体操っす。いや、滑ってるわ。滑ってるわ。そんなんじゃまこちゃんに好かれんぞ。なんでこんなのにサイコロックかかんのよ。なんでよ。なんだサイコロック。ははー、美味しいっすね、オマールエビは。なんでこんなのにサイコロックが入んの。糸の子さん、声が裏返ってるよ。なんでこんなのにサイコロックよ。はぁ、あんま納得。じゃあサイコロックいきます。なんでこんなにサイコロックなの。意味がわかんねえ。ラジオ。さあ、いとこの刑事、聞かせてもらいましょうか。改まって聞かれると余計言いにくいっす。すぐ楽にしてあげますよ。そう。調理みたいな感じ、言い方してるな。あなたがラジオを聞きながら絶叫していた内容を考えれば、だいたいわかりますからね。聞いていた番組の内容は。競馬なんすよね。競馬なんだけど、競馬ってあったっけ？競馬なんすよ、多分。競馬だけど、競馬情報がないんだよね。じゃあ調べてからっすね。これ違うもんね。一応これ言っときます。番組の内容。888言ってたんで、競馬なんすよね。一応行きますよ、スポーツ新聞。多分、違うと思うけど。あ、やっぱそうね。やっぱ調べないとダメですね。じゃあ、やっぱり、こう、サイコロックを外す案件がね、もう、競馬なのは確定なんで、競馬なのよね。競馬の資料がないんだよね。じゃあ一回やめるですね。調査して競馬を集めの資料を探さないといけないのか。めんどくせえな。
競馬。糸の子さんに突きつけるっすかね。じゃあ突きつけるしかないのかな。被害者が落書きしたスポーツ新聞っすな。そう、どうした、どうかしましたか。やっぱりどこかで聞いたことがあるっす。クリーニングボンバー、しかもごく最近。いつになく真面目に考え込んでいる。ダメ、思い出せないっす。まこちゃんとか好きそうだけどね。いつも通りダメだった。使えねえな、相変わらず。自分もその裁判は傍聴していないっすが、知り合いの刑事に聞いてみたっす。この時のあんたの弁護のこと、どんな感じでしたか。ああ、切れて物も言えないよと前置きしてから1時間が引かされた。まあ、それは言うてましたよね。わざと有罪ね。そうっすね。どうすりゃいいんすかね。ここら辺行きます。結局その袋の中身は見つかってないっす。破れた鼓膜のお薬だったんですよね。岡田顔の左耳から薬が検出されてるっす。トレビアで使ったらまず間違いないっす。そうよね。裁判で集めた証拠関係のよ。結局これどうなったのよ。ああ、ダメか。そうか。ってことは、裁判官。ここら辺のもダメか。マーコくんがつけていたエプロンっすね。はい。マーコくんの代わりがするっす。お前も変態か。変態ばっかっすわ。マーコちゃんってケチャップの匂いがするのかね。ただそれだけの情報なんていらないんだけどね。そんな情報いりませんが。幸せ行きの片道切符っすね。岡隆夫さんこれのせいで死んじゃったんですよ。それでも幸せ行きの片道切符っす。マーコちゃん、これのせいで殺人の疑いをかけられたんですよ。もう全部論破されとる。マーコちゃんの話題はやっぱりまずいみたいだね。しょうがないって。糸の子刑事の心の一番柔らかい分を調整するやし。柔らかいとかあったんやな。ここら辺はダメっすね。じゃあダメか。ここら辺もダメなんでしょうね。競馬を聞いてたってのをどうやって知るのかな。ダメっすね。一個一個いかんとあれなんですけどね。じゃあ人行きますか。青なりあなた体が毒素でパンパン。ああ、これ言われてたましたね。この瓶渡された。ラルベルはジュニパーね。これは聞いたことあるな。そうね。じゃああとはまこちゃんかな。まこちゃんのことを突きつけてみるか。まあ、ここ今も一人独房でむせび泣いてるっすかね。そう、追い打ちをかけたのお前やからな。糸の子さんのせいで。そうそうそう。うわっ、ごめんっす、すまんっす。そんなんで許されんぞ。やめとけよ、心の傷にわさびをすり込む。確かにね、迷いちゃんの純粋なところ怖いっすね。いやー、別に自分あれっす、そういう何じゃなくて、その何ってのがもうエロいからな。あかんぞ、そんなこと言ったら女の子に。無理しなくていいのに。じゃあまだここで解除は無理か。うん、不細工なんだね、糸の子さん。それ言うなら不器用っす。まあ、どっちも一緒みたいなもんやけどな。じゃあちょっといろんなとこ行きますか。お！ヤクザこれだ。偽物これだ。あれ？おじさんいないよ。豆を買いに行ってるのかもしれないね。何しても、あまり会いたくないな、今は。もう今日は十分食らわされたからな、豆なら。あれ？このさ、バイクがあるってことは、偽物こら。あれこれって、近寄らない方がいいよ。ものすごいことになるから。どうやら近くに潜んでいるらしいな。
都会に放たれた虎が。本物は都会に捨てられた子猫みたいなのにね。なんか迷いちゃん今日毒づいてますね。え？ナロード君頑張って。早く虎になるんだよ。偽物を目指すためになって。え、どこ隠れてるって何？